はい、皆さんこんにちは、店長です。今回なんですけれども、タイトルにもある通りに100円ショップのスパイスで作るタンドリーチキン、こちらをやっていきたいと思います。以前にですね、100円ショップのスパイスで作るカレーという動画を出してるんですけれども、その時に使って余ったスパイスで作れちゃうタンドリーチキンなので、ぜひ前回のカレーの動画と合わせて参考にしていただけたらと思います。今後もですね、クッキング系の、動画は配信していくと思うので、よかったらチャンネル登録の方もお願いします。この辺に登録っていうボタンがあると思うので、そちらからチャンネル登録もお願いします。はい、ということで、調理場の方にやってきたので、鶏肉を仕込んでいきたいと思います。今日使う、材料は鶏肉がこれ 300g ですね。これももちろんスーパーで売ってるもので、もう唐揚げ用とかで売ってる切られてるやつ、今回は用意しました。鶏肉が 300g、 あとヨーグルト別に何でもいいんですけど、量でいうと 100g とか、これは 112g ぐらい入ってるんだかな。まあ1個、あと塩、今回の量は、鶏肉が300g なので 3g です。あとこれもう混ぜてあるんですけど、今テロップで出てると思うんですけど、その分量のミックススパイスですね、これをこのジップロックの中に入れてよく揉んで一晩寝かします。それではまず鶏肉を入れちゃいます。はい、でこの中に塩を入れまして、で次にミックススパイス、こちらを入れます。はい、こんな感じで入れたら、一旦これをまんべんなくこう鶏肉につくように混ぜます。混ぜてこう揉みながら混ぜて、この鶏肉をスパイスでコーティングしちゃいます。こんな感じですね。結構もう粉まみれになっちゃって大丈夫です。でここまでコーティングされたら、ヨーグルトを入れてきます。はい、ヨーグルトも全部入れちゃいます。まあこれお好みなんでね、半分食べてもいいし、今回は全部使っちゃいますけど、はい、そしたらこんな感じで今入ったんで、これもまた揉んできます。はい、こんな感じで、スパイスとヨーグルトと塩と全部を混ぜたら、できるだけ空気を抜いて、でジップロックを閉じます。はい、閉じました。こんな感じですね。これで、一晩置いてフライパンで焼いていきたいと思います。はい、それでは一晩経ったので、このつけだれから出していきたいと思います。こんな感じで一晩これが経った後ですね、これを取り出していきます。でこの取り出す時に、ちょっとこうスパイスとヨーグルトを混ぜたものが余分についてたら軽く取って揚げていきます。はい、こんな感じで全部つけだれから揚げたので、これを今度は焼いていきます。はい、それでは焼いていきたいと思います。はい、ちょっと多めのオリーブオイルで焼いていきます。
ンドリーチキンはスパイスを結構まぶしてるので、だいぶ焦げやすいので、そこはちょっと注意して焼いていってください。でオリーブオイルをちょっと多めに入れたのは、揚げ焼きみたいな感じでこう焼いていこうと思うので、オリーブオイルちょっと多めに入れました。オリーブオイルを多めで、揚げ焼きするときは結構油が跳ねやすいので、ご家庭でやるときは気をつけてください。このぐらいの色がついてきたら、このぐらいですね、ついてきたら一旦全部ひっくり返していきます。ね、ご家庭にオーブンがあるお家は、裏と表と、いい感じのこんがりした焦げ目をつけたら、オーブンの中で仕上げるのもいいと思います。今回はちょっとフライパン1個で完全に焼き上げていくんですけれども、フライパン1個だと結構焦げやすいので、オーブンあるご家庭はオーブンを使った方がいいと思います。裏表といい感じで焦げ目がついてきたら、一回ここで油を拭き取ります。このキッチンペーパーとかで油を一回切ってあげます。この後にこのまま火を入れてってもいいんですけど、どうしてもスパイスが焦げちゃうので、この後油をちょっと切ってから蒸し焼きに、ちょっとお水を足して蒸し焼きにしていこうと思います。でその時に油が今あんまりいっぱいあると跳ねてしまうので、油を一回取っちゃいます。こんな感じですかね。でこれどうしてもフライパンにこういう感じで焦げがついちゃってるの でこの焦げに水入れるとこれ全部浮いてきちゃうので、一回ちょっとお肉だけ取り出してフライパン洗ってから、蒸し焼きにしていきます。はい、ではフライパンを洗ってきたので、もう一度先ほどの、タンドリーチキンを戻します。そしたら火をつけて、音が出てきたら少し水を入れて蓋をして蒸し焼きにしていきます。蒸し焼きにするときにあんまりお水入れちゃうと煮込みみたいになっちゃって、コーティングしてたスパイスどんどん取れていってしまうので、さっきの今日の分量で言ったら、そうだな、 40cc とか 50cc とかそのぐらいの水でいいと思います。あとはこの水がなくなるまで蒸していきます。たまに蓋を開けて状態を見るのは全然大丈夫なので、焦げそうだなってと思ったら、お肉をひっくり返したりして調整してください。はい、
いい感じで水が全部なくなったので、一旦ここで火を切ってもう一回蓋をしておきます。でこの後、火が入ってるかどうかを確かめるので、まあ、ここで火が仮に入ってなくてもまだ大丈夫です。はい、そしたら火が入ってるかどうか確かめたいと思います。この火が入っているかどうかを確かめるときなんですけれども、鶏肉の中でも一番大きいもの、これを選んでいただいて、これ今ここにまな板とちょっと包丁を持ってきてて、この一番大きいのを半分だけ切って、こういう感じですね。こういう感じで、こういう感じで切って、こう中を見てみるんですよね。これだともう完全に火が入ってますね。一番大きいので火が入ってるということは、他のものはもう全部火が入ってるので、もうこれで盛り付けていきます。はい、それでは先ほど出来上がったタンドリーチキンを盛り付けていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっとねサラダが余ってたんでサラダも添えてみました。はい、ということで今回はちょっと場所の都合でここで試食をしていきたいと思います。このさっきね一番大きかったやつ、これね、こういう感じの、これをちょっと試食してみたいと思います。はい、今試食したんですけれども、スパイスの感じもちょうどいいです。いろんなスパイスが混じり合ってすごい風味が豊かなのと、あと蒸し焼きにしてる分鶏もすごく柔らかいですね。多分柔らかい原因は蒸し焼きが一つあると思うんですけど、漬け込みするときにヨーグルトを使ってるので、そのヨーグルトですごく柔らかくなってると思います。でヨーグルトを入れたことによってコクも増してるし、スパイスもいい感じで効いてるので、ものすごい美味しいですね。ビールとかでもきっと合うでしょうし、あとハイボールとかでもすごく合うと思います。辛いのが好きな人はチリパウダーとかをもうちょっとこう入れてももっとピリッとするのでいいんじゃないかなと思います。あとこのタンドリーチキンはですね、漬け込んで次の日に焼くので、バーベキューとかにこう持ってってもいいんじゃないかなと。炭火で焼いたらもっとこう違った風味が、炭の香りがついて、こうもっと違ったタンドリーチキンになるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。100円ショップのスパイスで作るタンドリーチキン、このタンドリーチキンはですね、本当にもう食材を入れて、調味料を混ぜて一晩置いてフライパンで焼くだけなので、すごく簡単なので、ぜひお家でもやってみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もこの辺からできますので、チャンネル登録もお願いします。その他のですね、 SNS、Facebook、LINE 公式アカウント、あとインスタ、ツイッターなどもやってるので、よかったら下の説明欄の方からご登録お願いします。それでは皆様のご来店を心よりお待ちしております。